アブスはドイツの首都ベルリン郊外にかつて存在した自動車レース用のサーキットである典型的なバンク付きレーストラックであった。レース用の設備は撤去されたもののヨーロッパ最古の自動車専用道路として現在も使用されている。現在のアブスドイツ自動車産業の競争力向上を目的として民間会社アウトモビルバーキーヤーズ。 ウンとウブングスシュトラーセ GMBH が1913年に建設を開始、資金難でたびたび中断しつつもようやく1921年に完成した。こうして出来上がったのは2本の平行するおよそ 9km にわたるストレートと、その両端に2つのヘアピンカーブというシンプルなサーキットであった。一部は有料道路としても開放されて、 ベルリン・ポツダム間の自動車移動時間の短縮に寄与し、これが、後のアウトバーン建設のきっかけとなった。ここで1926年に、第一回ドイツグランプリが行われた。翌年には高速化のために、北ヘアピンカーブに、バンクが設けられた。1937年4月にはバンクを大幅に、回収して、幅を広げ、傾斜を43度として、滑り止めレンガを敷き詰め、 さらに表面を研ぎ上げる徹底的な回収を行ったことによりバンク周回時にも時速 160km 以上を維持することが可能となったためアブスは名実ともに世界一早いサーキットとなった有名なバンクはステアリング操作を比較的容易にするクロソイド曲線の断面ではなく43度一定曲線ゆえの操縦の困難さから死の壁と恐れられた 長い2本の直線路のため、完成当時から超高速コースとして知られ、1931年の第1回アブス連年で、すでに優勝者の平均速度は、時速 185km を超えている。記録は年々上昇し、1937年の第6回アブス連年においては流線型ボディの、メルセデスベンツ W25 に乗ったヘルマンラングが、 平均時速 260.7km という恐るべき速度で優勝した。同年のプラクティスではアウトユウニオンレーシングカーに乗ったベルント・ローゼマイヤーが飛行式ながら平均時速 284.31km を記録している。第二次世界大戦の後コースは北側半分に短縮され、1959年に2度目の F1 のドイツグランプリが開催され、 これがここで行われた最後のドイツグランプリとなり、このレースで勝利したトニー・ブルックスのフェラーリは143.61マイルパワー,ーイコール約時速231.1キロメートルを記録した。前座のスポーツカーレースでは、ポルシェア SK に乗るジャンベーラが死の壁のバンク上部に激突して死亡。1967年に危険との批判からバンクは撤去された。 1995年に開催された DTM 第4戦では、赤旗中断後の再スタートにおいて事故が発生。狭く、ランオフエリアのないコース上で密集したマシンが、次々と接触し多くが走行不能となり、結果このレースは、キャンセルされた。同じく1995年のスーパーツーリングカーでは、日産、プリメーラをカルキースオドールが、ウォールに衝突後コース中央に停止。 フランク・ビエラのマシンが、その運転席側のサイドに突っ込みをドールは死亡した。1998年に最後のレースが行われ、翌年のお別れ、イベントをもってサーキットとしての役目を終えた。ありがとうございます。